続いてお送りするコーナーはこちらです。みんなの希望人生相談バトル3。このコーナーは隊員であるリスナーの皆さんからの悩み事に対して私たち2人が真剣勝負を挑むコーナーなんです。はい、前回からまたちょっとルールが変わります。もう定めて試行錯誤なんです。これで多分確定じゃないかな。いける、これいける、いける。おー、隊長が胸を張っていますね、はい、毎回リスナーの皆さんからは恋愛についての相談を送ってもらいます。恋愛ですよ、みんな恋愛ですからね。送ってもないとか言ってもダメですよ。ごめんね、恋愛あ送ってもらった相談に対してですね、うんうん、私たちはリスナー役と戦うべき相手に分かれて出撃し、うん、拳と拳でバトルしてスッキリします。少しずつね、軌道修正してますからね。戦うべき相手が敵なんだよね。なんで出撃してんの。なるほど、はい、はい。さあ、今回はこんなお悩みです、はい、行ってみましょう。たまごさんからいただいたお悩み。おやま。中村さん、ひかささんも、モノキッス。キッス。担当直入に聞きます。お二人は映画館で手をつなぐというのはありだと思いますか？さすがにそういった経験はないのですが、なんとなくいいなと思ったので、お二人の反応が良かったらいつか実践したいなと思います。これ戦うべき相手誰なの？わかんないね。へぇ、私つながない。ここは、普通に、まず悩みの相談を、うんうんうん、お互いのこの、持っている意見として話し合い、私つながない。私はつながない。つながない。でその心はあれですよ、あのポップコーンを食べるっていうさ、ポップコーン食べれるのってその遊園地か映画館かぐらいしかないじゃないですか。まあ今原宿に美味しいところできたっていうから、ちょっとそこも攻めてみたいなとは、ね、そうそうそう思うんですけども、まあ、日常的にそこぐらいじゃない、映画館で。そしたら映画館で食べるわけだから、片っ方は、まあ私は右利きなので、右手はポップコーンに投入します。左手はそれを支えますで、繋ぐ手はね。食べ終わったらどうするんですか？だって食べ終わったらそれこそさ、右手はもうだってほら、くちょくちょじゃん？あの、ポップコーン。おしぼりありますか？あるの？今あるんだ。いや、でもその頃には映画終わるもん。もう。ポップコーン頼まない場合はどうするんですか？いや、ポップコーン頼むの。ポップコーンの気分じゃなかったら？ポップコーンなの。もう映画に行くっていうか、ポップコーン食べに行くの、そこ。そこにたまたま、なんか、上映されてんなって感じなわけよ。それはポップコーン食べに行ってんの、あれは。帰れ！なんで？なんで？映画を見に来ないんだったら帰れ！いや、見てるよ、見てる。全然見てるけど、目的としてはポップコーンだから。帰れって！で、ってなるわけですよ。へぇー、うん。でも男女で、私が繋ぐっていうか男女で言ったら繋いでいいんじゃないですか？別に。待って、じゃあ男女で行くんだ。男女で、だってこれ男女で行く話ですよね。恋愛相談なんだから。そうよね。いや、だから基本映画は一人だってば。集中して見るから。お一人様。ご来店か。ご来店。恋愛相談にならないじゃないですか。いや、つないだから。なんかそういった経験ないけど、なんかなんとなくいいなと思ったから、ありなんですか？なしですか？ない。ポップコーンだな。そういう人を見るのが、そういう人を見るのが嫌なだけでしょ。いやー。ずっと、イラッとしちゃうんでしょ？あ、Aさんの手が。興奮してくるとジドってしてくるから。手汗か、うん、それは確かに。なんか怖いのとか見てて、ファーってなるのはいいんじゃない？それ手汗つけてますよね。ゴシ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 って秒速さ、こう僕の小刻みに3フレぐらい。しんどい。いや、私繋がないな。気になるもん、集中できない。前見てんのに意識が横に行くと、何ドキドキするじゃん。気持ち悪いな。なんでよ。だってさ、おい、胸笑ってんだよ。なんで？ひかさんはじゃあどのタイミングで、じゃあ繋ぐんだとしたらどのタイミングなんですか？内容によりますよね、多分。じゃあもうほんとベタに恋愛映画見ちゃいましょう。
りさ、テンションおかしい。いいから早く答えなさいよ。え、いいとこで繋げばいいんじゃないですか。いいとこってどこですか。怖い、この人。このおばやん怖い。怖い。いいところって。映画館でラブストーリーのものを見てて、うん、カップルが仮に前で繋いでたとしても、うん、まあそういうものだなと思って受け入れますよね。え、じゃあ春を見に行ってて、繋いでたら受け入れる。そういうんじゃねえんだよ、春は。なんで？そういう手を繋げない感じでしょうが、あの映画は。キュンとするでしょ？ごめん、まだ見てないんだけど。見てまだ見てないんだけど。DVD 発売しますから、じゃあそれで。うん、じゃあしたら教えて。うん、すぐさまね。じゃなくて、じゃあ春だったとして、キュン、キュンとするんでしょ？キュンとしますね。でしょ？したらやっぱもうキュンって手繋ぐんでしょ？繋いちゃうよね？繋げば？なんかそれでなんか自分の出てるやつでなんか繋がれるとちょっとイラッとしますね。ほら、そういうんじゃねえんだみたいな。え、じゃ何だったらいいの？海外ものだったらいいんじゃないですか。あー、ちょっと遠いか、うん、え、でもさ、吹き替えだったらもう私気が散っちゃって。でも吹き替えの方の人とあんまり、うん、あーそっか、あんまり、そうね、うん、映画の話になってますけど、うん、手を繋ぐか、映画館で繋ぐか繋がないかありなのか。最初から繋いどく、え、最初ってどこ待ち合わせ、あ、もう行ってる時から、座ってる時からもう繋いでる。でもさ、座ってさ、そのちょっとごそごそすんじゃん、カバンをどこに置こうかなとか、冬だったらコートどうしようかなとか、雨降ってたらさとか、あのトイレ行っとこうかなとか、いつじゃあポップコーン買うのとかさ、すごいざわざわするじゃんとか、あと予告すげえ長いじゃん。その予告の間中繋いでるってさ、なんかすごく変じゃない？なんか、エリさん怖い。なんか、必死すぎて、なんか、昨日乗ったさ、タクシーの運転手さんにさ、唐突にさ、独身ですか？はい、そのテンション私まで気づってんだよ。そういうとこなんですってだから。私昨日おとなしく乗っただけだよ。唐突に独身ですかって聞かれたんですか？そうですよ。それでちょっとイライラしてるんだ。だからだ。いや、それでなんでかなって思うじゃん。なんでってなって。独身オーラが出てるんじゃないですか。だから、それで、いや、若いからとか、まだなんですかねって思ったとか、なんかいい理由があったら、あ、なるほどとか、あ、実はそのお一人様に今日は、割引のサービスがあるんで失礼ですけど確認しましたみたいな、なんかあんじゃんと。はいはい。そしたら、いや、なんか独身っぽいなと思って。ですよ。やるよ、わっちゃおうからパン。やつ当たりじゃねえか。割ってないよ。はあ、何よ、ブゾーが鳴ったじゃないの。出撃前の悩み相談タイム終了です。まあ、エリさんの虫の居所が悪かったから、もう恋愛相談とかそういうのはちょっとやめてもらえます？あとお腹空いてんのかしら。私お腹食べましたよね。さっぱり食べたよね。リスナー役と戦うべき相手に分かれて、出撃悩みをさらにここからぶつけ合っていくと。はい。どっちがどの役を担当するかくじで決めます。じゃあ行きましょう。よいしょ。あ、もうこうやって見ればいいんじゃない。私、あ、エリさん戦うべき相手、私リスナー。今回の場合、この戦うべき相手っていうのは何人誰なんでしょうね。ではその場で出すそうです。はい、分かりました。それでは、卵 VS ポップコーン。ポップコーン戦うの？レディーバイ。ポップコーンが言いたいことを言うの？私を食べて、早く卵を私を食べて。バラ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 。いやー、まだまだあるさ。まだまだ何度でも蘇るさ。ポップコーンとか食べてる暇ないんだもん。俺ポップコーン別に好きじゃない。いや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 、ポップコーン好きじゃないから。うるせえな、ポップコーン。うるせえな。手だよ。女とつなぐ手なんかないわよ。ほらほらほら、つなぎたいんだ。女と手をつなぐんだ。つながせねえよ。ポップコーンかっこ独身です。私たちはこんなにいるのに一人ぼっちなの。甘い味もしょっぱい味もあるけど、今日はとってもしょっぱいわ。卵食べなさいよ。ごめんね、一口だけでも食べるね。何これ、終了。何独身ポップコーン。ポップコーンに独身の草もねえよ。独身味。しょっぱそう、ほろ苦い。うまいね。うまいねじゃないわ。さあ、仕切りました、エリさん。だいぶ、だいぶ仕切った。今日、エリさんの虫の居所マジ悪かった。
恋愛相談とか手繋いだ方がいいですかいないどうすかどうすかみたいなノリのやつはちょっと確かに来ちゃいますよね。私そんなに怒ってないと。いやめっちゃ怒ってましたよ今日。なんかなんでそんなに必死なのっていうぐらい怒ってましたよ。グイグイ来てましたよ。ちょっと気をつけて。お腹空いてます？甘いの